で、やっと2キロ目の最終プロテストの日がやってまいりました。はい、それに臨む今の気持ちを聞かせて。もうとにかくこれが最後のチャンスだと思って、もう自分の今まで教えていただいたこととかを全部出し切ってとにかく頑張りたいです。最後のチャンス、今はちょっとあれですけど、答えなくなかったらいいですけど、もしダメだった場合どうします？わあ、もうその時になってみないとわからないです。オッケー。ありがとうございました。Yeah!
怖い。お前ね、はい、諦めんな。はい、何諦めてんだよ。はい、そんなもんで死ぬかこれ、はい、なんで諦めんだよ。全部終わりなんだよ、はい、それまでの大きいダメージだったか。ただ殴られたり、ただ蹴飛ばされたら幸いだけだよお前、はい、それでお前なんで諦めてんだよ。なんで諦めたんだよ。なんで諦めたんだよ。自分がやったら倍にやり返される。怖くてできなかった。それか。降りるよ。じゃあ答えなさい。ね、じゃあ答えなさい。本当のことを言ってごらん。あんたここで生まれ変わるか生まれ変わらないかあんた次第。本当のことを言ってごらん。嘘は聞きたくないんだ。戦っててあなた攻めてて痛い方で伝わってくるものがあるんだ。なんだろう。なんだろう。何が怖かった。では何が怖かった。誰が諦めて言ってたんだよ。苦しくても痛くても返すんだろ。はい、ギリギリまで返すんだろ。最初からお前何肩つけてんだよ。怖い。お前怖いんじゃないっつんだこの。はい、お前がチンたらしてるからよくねえんだよ、はい、今まで、はい、何1年3ヶ月もかかってんだこの。はい、みんなが教えてくれたんだろう。お前の先生だろ、はい、俺今回先生じゃないんだよお前。